皆さんこんにちは。幸運を引き寄せ、あなたを高める桜井美穂です。今日はヨーロッパの大富豪、メディチ家プリンセス公認超心理学士、桜井美穂のメディチの館へようこそ。第3弾、佐藤佳代さんをお招きして、視聴者の皆さんに開運、幸せになる秘訣を伝授していただこうと思っております。それでは佐藤佳代さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。佳代さんの幸せになる秘訣、みんな知りたいと思ってます。本当ですか？はい、早速ですが、こう普段意識していることってありますか？気持ちですかね、うんうん、私もゲームの配信をしたりとか、うん、表に出る仕事をしているせいか、うん、やっぱりいろんな言葉がこう、うんうん、来るじゃないですか、うん、そういう言葉になんかこう向き合っちゃいけないなって思うようにしてますね。素晴らしい。無視するんですか、それでもかわすんですか？無視するってよりは、うん、こういう言葉に向き合うと、うん、やっぱ自分がそういうチャンネルに引っ張られるっていうか、そういうモードになっちゃうから、うん、自分に自制をかけるというか、すごいですね。なんかスピリチュアルな業界ではどういうふうに言うかというと、はい、なんかポジティブな言葉1っていうエネルギーの単位だとしたら、はい、ネガティブな言葉って4倍強いんですよ。ってことは、この4倍の同じあと3個ぐらいポジティブな言葉を言っても対等だから、もっと増やさないとポジティブをキープできないんですよ。それぐらいじゃあエネルギーがいること。そうなんですよ。なんかのブッダの言葉で、はい、あのブッダをね、こうやっつけてやろうっていう、ブッダにライバル心を持った悪い人が、はい、こうブッダがたくさんの人に見守られてこう道を歩くときに、ブッダをケチョンケチョンにけなすんですよ。でその時にブッダがそんなこと言われたら普通は怒るじゃないですか、怒り返す。でブッダがひどい態度をみんなの前で示して、恥をかけぐらいのつもりでこの悪い人はわーって罵声を言うんですよ。でもブッダは一言も発しないんですよ。で最後に言った言葉は、あなたがもし私にプレゼントを渡して、そのプレゼントを私が受け取らなかったら、あなたはそれをどうしますかって、つまり遠回しに、今言ったことは全部あなたのことですねっていうのを、一切の罵声を発することもなく無口でお持ち帰りいただくっていう、尊いですよね。いやそれちょっと刻んどきたい。なんかもう最近の日本人は昔みたいに謝らないっていう風にもなってるじゃないですか。欧米化でごめんなさいって言ったら負けみたいな、だけどなんか英語は本当は I'm sorry の中にはお気の毒にっていう意味もあったりするんですよね。だから同じ I'm sorry って言った時にごめんねじゃなくて、心の中ではお気の毒にって言ってる場合もあるから、結構こうごめんなさいっていう言葉もちょっとマジカル的に使うと、まあコミュニケーションは良くなりますよね。やっぱ言葉でもちゃんとなんか意味合い、気持ちが入ってますしね。確かに確かに。やっぱ韓国とかこうフランスとか結構海外に行くようになって、なんか学んだのは、やっぱその言葉がどれだけ喋れるか喋れないかよりも、やっぱその分かり合えるか分かり合えないか、興味があるか興味がないかって、本当に根本、なんか人と人の関わりの根本がすごい大事だなってすごい勉強になったので、やっぱ今のアイムソーリーの中にある気持ちっていうのをどれだけ汲み取れるか、どれだけ汲み取ってもらえるかっていうので、やっぱ身近にいる人っていうのはなんか決まってきますよね。すごい。自分にとって、あこれ向き合っちゃいけない言葉だなっていう時とか、あこれ私のことを興味あるんじゃなくて、なんか私をすごい表面的に見て判断してる言葉だなっていう、言葉の意味を見て向き合うか向き合わないか決めるっていう風に心がけてます。あなるほどなるほど、はい、そうですね。それではですね、あの幸せを意識したり運気を上げると思ってても、時にはこう落ち込んでしまったりする時もあると思うんですけれども、もしそういうアンチコメント来て、分かってはいるけどもらわないようにしてても、もらっちゃう時もやっぱりありますよね。そうですね、そういう時は何か対策したり立ち直る方法とかはあるんですか？でも
私基本的には、まあ、寝たら忘れるタイプなんですよいいですね。そうだから結構脳天気のタイプだから、うん、どうしても一日の中で、まあ、嫌なことがあったりとか人間関係でちょっとなんかでそういう嫌な言葉見たりとかした時はもうなんか自分で自分となんか会話するようにしてます。それはどんな場所でするんですか？なんか本当に自分の中での自問自答みたいなもんなんですけど、うん、やっぱなんか感情とこの口を直結して言っちゃうと熱い言っちゃったなみたいな時もあったりしたから、うん、やっぱこう自分をコントロールできるのって自分しかいないなと思って、うん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 、それでやっぱこうまあゲームなんですけどね、負けが続いてうまくいかない時とかはあダメダメちゃんと気持ちリセットして新しい気持ちで次の試合をやる。すごい、ゲームでもすごい魂磨けるんですね。いやもうめっちゃ勉強になります。すごい、なんかこの2年間で、ね、すごい私自分で自分に成長したねって思います。なんかゲームばっかりやってるお子様を持つお母様方に勇気を与えそうですねインターネットとかでね、うん、やっぱこう口が悪かったりとか、うん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 、なんかバッドコミュニケーションとかもあるからこそなんかこう学べるというか、うんうんうん、あーダメダメ気持ちにいっぱいられちゃダメだよ新しい気持ちで頑張ろうとか、なんかモデルがそういうこと言うんですかとか、うんうんうん、モデルなのになんでその態度悪いんですかいやこっちやっぱ本気でやってるからこれぐらいイライラしたりするよねみたいななっちゃうんですよね。いいじゃないですか、やっぱそれ続けた方が絶対いいですよ。そのギャップがいいんじゃないですか。なおいやでもやっぱずっと見てくださってる方とかはやっぱそういう心の広いファンというか、うん、もう本当に私のなんかファンで言ってくれる人って、うん、もうなんか大人の人が多いですよ、うん、精神的に、うん、だからそういうのを見てなんかあかやちゃん今日も頑張ってるねなんて言って微笑ましく見ててくれるんでありがたいんですけど、うん、やっぱ初めて見たりする人はびっくりしちゃったりとか、うんするんじゃないですかね、うん、なんか炎上って炎上されたくてできるもんじゃないって聞きますよ。炎上なかなか炎上されないから、うん、絵を作るのも才能って言ってましたよ。炎上してるとか誰がどう思うとか、なんかどうでもいいじゃんって思いますよね、うん、やっぱ何も考えないっていうのがやっぱ一番いいっていうのを学びましたから、うんうん、そうですよそうですよ。であの座右の銘とかはあるんですか？ね、あるんですよ。あるんですか？先生多分なんかもう何言ってんのみたいに思うかもしれないですけど、ね、そんなこともあるんですよ。やっぱいろんな方で、いやいやいや、そんな比べないから大丈夫です、まあ、座右の銘は、うん、あのなんとかなる、これでやってきてます。あ、いいじゃないですか本当、うん、なんとかなる、いいじゃないですか。なんとかなる今日があるぐらいですよ。なんとかなるって思ってここまで来ますが、素晴らしい。それならみんな真似できるからいいんですよ。本当？難しい言葉だと真似できない。忘れちゃうし。ほんと忘れたしね。忘れたし。忘れちゃったし。はい。なので、みんななんとかなるでいきましょう。なんとかなる。はい。あとはこう、やっぱりね、マイノリティのこう人々ってたくさん今日も見ていらっしゃるかと思うんですけど、はい、そういう方々に向けてこう、自分らしくね、自分らしさとか個性をこう貫く。はい、方法とか秘訣？そうですね、やっぱりなんか自分もなんだろう、こう、まあ、女性になりたいっていうのもそうですけど、なんとなくこうなりたい理想の自分みたいなのにこう戦って、そういうものを戦ってきたけど、やっぱなれないんですよね。もう自分っていうものはもうこう、これでもって生まれてきちゃってるから、だからやっぱりこう本当にちゃんといいところも悪いところも全部含めた自分と向き合って、自分でこう会話していく、まあ、嫌なことあった時だけじゃなくて、なんかこう自分と向き合うっていう方法を身につけて、私はすごく変わりました。うん、すごい。魂的に、あ、女の子になりたいなみたいになった時に、なんか鏡とかを見るんですか？なんか女の子らしさっていうのは顔を見るんですか、それとも服装とかから入るんですか？でもやっぱ鏡、ちっちゃい時はもう鏡大好きでしたね。なんかもう本当にあの女の子の友達とかに、うん、本当かよって鏡ばっか見てるよねみたいに、もうすごいナルシストだよねみたいに言われるぐらいやっぱ鏡見て、やっぱそれだけなんだよな、自分の研究っていうか、もちろんなんか自分を
きっていうか自分を好きになりたいみたいな、そういう気持ちがすごい大きかったし、だからやっぱメイクとかもなんかこう、まあ、姿勢服装とかもやっぱどうしたらより女の子らしく見えるかなとか、すごい研究に研究は重ねました、何歳ぐらいからそういう女の子らしく、はい、周りの人からも見えるように見せるっていうんですかね、そういう風にアウトプットしたんですか。でも女性として生活し始めたのが14歳ぐらいだったので、やっぱ10代ぐらいの時から、うんうんうん、なんかこう女の子らしいよねみたいな。早いですよね、うん、早かったですね。でもやっぱ当時私やっぱお父さんとかはすごい、なんだろう、うん、反対されてたり、あと学校の先生とかはすごい、なんだろうな、まあ、理解してもらえなかったというか、うん、まあ、私みたいなこういう生き方っていうのをしていきたいみたいに、やっぱ学ラン着るのが嫌だとか言った時に、やっぱこうやっぱ大人、その当時の私から見た大人たちはやっぱこう反対勢力になってたんですよね。でも今思うとそれが良かったなって思って、やっぱそうやってこう反対して素直な意見ぶつけてくれる人がいるからこそ、自分は学校行くのやめれて今のこういう自分になれたし、なんか自分の道を探し始められたっていうか、すごい。じゃあやっぱり周りと違っても、周りの人の声が違っても、だからこそより自分を知れて自分らしく生きる糧になるみたいな、そうですね、きっかけになったと思いますね。やっぱなんか自分の道ってなんかこう前例がないからこそなんかこう面白いっていうか、不安もあるけど見えないからこそ楽しみが増すじゃないですか、結末知ってるドラマって面白くないじゃないですか。ないですね、確かに確かに、一般の人にも通ずる話だと思います。共感してもらえたら嬉しいです、はい。あっという間にちょっと鐘が鳴りました。宮野先生、なんかこの後も2時間行きませんか。行きたいですね、行きましょう。喋り足りない。私本当に子供の頃からニューハーフの人が大好きなんですよ。あ、そうなんですか。結構ご縁が終わりで、ご縁はないんですよ、やっぱり接する機会がないっていうか、テレビの中の綺麗な方々を見ていて、美意識の高さとか生き方に勇気をもらったりとか、そうだからすごく今日も嬉しかったです。そんな清らかな心でいただけてたらもう本当に嬉しい思いでいっぱいですよね。すごいためになるお話、本当にいっぱい聞かせていただきました。素敵な、ね、美しい佐藤佳代さんにお会いできて私もとっても光栄です。ありがとうございます。ありがとうございました。視聴者の皆様も今日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。これからもますますの幸運を引き寄せられますように、愛と感謝と祝福を込めて、桜井美穂でした。佐藤佳代でした。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。